かいと思ってたけど、間近で見ると想像以上にでかいな。あっさり上陸できたな。何かしら妨害があると思ったか。私たちが来ると思ってなかったのかな。さすがにそれはないだろう。あるいは問題にならないと見たか。どういう意味だ。舐められているということだ。それにしてもこの構造物は異質だな。見たこともない。ねえ、そうね。レネギスのレナの建造物とは違う。そもそも中に誰かいるような感じじゃなさそうだぜ。気味悪いな。一体何でできてるんだこれ。なんだろう。機械でも生物でもない。でも生きてる。シオン、大丈夫よ。何でもないわ。それでこれからどうする。中枢部を見つけて叩こう。こいつがダナの精霊力を吸い上げているのを止めるんだ。ダナ、この大きさだ。行き当たりばったりでは見つけるのも簡単ではないぞ。確かに。この場の精霊力から何かわからないか。下から上に向かって膨大な力が流れているのは感じるが、構造となるとお手上げだ。リメル、そこなの。おい、どうしたんだよ。あれ、私大丈夫か。何があった。なんだろう、精霊力の流れを感じ取ろうとして、そうしたら何か声が聞こえて。声。言葉ってわけじゃないんだけど、ただこっちだって。敵が何か仕掛けてきたのか。違うよ。なんでわかるの。知らないよそんなの。でも敵とかじゃない。そういう感じじゃなかった。どう思う。罠の可能性もありつつかけてみるか、当てどもなく探して回るかの選択だな。リンウェルを信じよう。いいの。あ、ま、何の当てもないよりマシか。あ、おい、何怒ってんだあいつ。気遣いも言い方次第で逆効果だぞ、ロー。あ、ああ。物騒なところね。俺たちが片付ければ少しは平穏になるさ。相変わらず人がいいこと。中も外に負けず劣らずの様相だな。興味深い。レネギスから現れたのにまるで質だわ。どう
ういうことなの。どこ見てもグネグネのモコモコは何のためかさっぱりだ。
凄まじい精霊力だった。バッチリ叩き込んでたよ。突破するぞ。クールなら来い。拾ったやつで武器作れんじゃね。なんだか森の中のような、生き物の中のような、不思議な感じがするな。よせよ変なこと言うの。人工物なんだろ。だとしてもまるで予測が。信号お願い。あっちょこめ、守るわけじゃないぞ。バラバラにしてやる。あっちょこめ、おかげでまだ戦いそうだ。引き締めていこう。突破するぞ。これで終わりだ。シオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。武器の素材になるぞ。
しても進みにくいな。ここは人が活動することを前提にはしていないようだ。確かに見かけるのはズーグルばかりですね。我々はいわば巨大な修霊機の中にいるようなものかもしれんな。修霊機か。あら、さしずめ精霊力を受け止めているレネギスがマスターコアか。なあ、さっきの声まだ聞こえるのか。気になるの？信じてないんでしょ。いや、悪かったって。進むほど強くなってる。道は間違っていないってことか。その声というのはどこから聞こえるのだ。自分の中から聞こえるような、いろんな方から同時に聞こえるような、包み込まれているような不思議な感じ。包み込まれてる。精霊力が関わっているならそれほど不思議ではないな。うん、でも聞いているととても安心するんだ。何でもいいけど、何かおかしなことがあったらすぐ知らせろよ。うん、分かってる。いい武具が入ってたぜ。見た目はあまり。好みでないが。敵なしだな。やっぱり手当てし、武具が見つかったわ。ちょっと見せてくれ。来るな、隠れてて。ありがとう。
よ。もう無理はできない。ああ、よけよ。交流レンガさん、こうも飛び回らんではな。分かってるわ。私の音だ。交流レンガさん、この怒涛の攻撃だな。ソラが生き止めるからだよ。足止めは任せたまえ。よし、まとめて片付ける。成功。守るだけじゃないぞ。倒れろ。巻き込め。こういう抜けた。簡単にぞ。このまま押せ。氷の闇を乱れなく一刻の一刻。こういうレンガさん。外さないわ。やっと。すっごい。そのあとは完璧に。マジで。ほら。まとめて片付ける。ここのところ運がいいな。結構な高さまで登ってきたんじゃないか。柵もないし、落ちればひとたまりもない。気をつけたまえよ。本当に私たちとやるつもりか。準備完了。どうだ、やばい。
この調子で進んでいこう。無理せず油断せず。Yeah.
確実についてる。なんか機嫌いいな。